さあ、ということで101匹ワンちゃん全部集めました。99匹ってことかな。 3匹ずつ見つかるから3の倍数でどんどん見つかっていくんですけど、ポンゴと、あ、ラストエリクサー、オリハルコン、アルテマグミ、あー来た、テックアップで風の力か。エアロラがエアロガにパワーアップということで、グミ基本セット、いやー終わった終わった。意外とね、意外とあっさりといけましたよ。だいたい全部のワールドを回って、こう宝箱を回収したり、あのトリニティを回収したりしていたら、だいたい集まりましたという感じでございます。でこれ何気にこれあれだよね、レアなハートですよね。これ燃えろ燃えろ、おい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 、なるほどなるほど、これなんか見つかるとダメなんだよ。これ見つかっちゃうと、あーやばい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 、あーほらほらほら、見つかるとさ、めちゃめちゃほらほら、めちゃめちゃ殴られるすごい殴られて、で見つかってから倒しても経験値入んないのよ。だからもう逃げるしかないっていう、結構なレアハートですがね、ポンポン来るのよ結構、意外と。そんな感じで合成素材とかも集めていきながらね、モーグリに合成を進めていきました。で今のところ16個合成できてる感じ。あ、これもいける、もう、スリースターズ、フォースブレス、おお来てる来てるそう、もう意外とね、なんかね、ポンポン合成できんのよ。で15個合成したら空に、あのね、これだけエンカウントアップ、ちょっと1個マップ移動しただけでハートレスがどん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 湧き出るようになるっていう、このエンカウントアップがあって、これつけてひたすらワールド回りまくって倒しまくってました。そしたらなんかもう勝手に素材が勝手に集まっていったみたいな感じですかね。でね、なんかそうやってワールドを回ってると勝手にレベルが上がっていって、なんと今レベル57ということで、これでね、もうラストダンジョン乗り込んでいきたいなと思いますよ。もうね、めちゃめちゃ強いのよ、どこ行っても敵が。あれね、いわゆる俗に言う乖離救出後ってやつだよね。乖離救出後はめちゃめちゃ敵が強くなっていくということで。じゃあ行きますか、ホローバスティオンのさらに先、ラストダンジョンに行きますよ。うおー、来たよ。エンド・オブ・ザ・ワールド、かっこいいわ、もう。どこぞのファイナルファンタジーの最強リミット技みたいなさ最強特殊、もう銀河だねこれ。たこ焼きマントマンのオープニングなのよこれタコ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 で、ててんててんて、トップエース、あ、いきなりイベントも特になく、いきなりたこ焼きマントマンよ。行くぞグーフィー、ドナルド、エンドオブザワールド、EOTW よ。ブレス・オブ・ザ・ワイルドみたいな。ハートレスにやられた世界の破片だよ。アンセムをやっつけたら元に戻るよな。でもさ、そしたら元に戻った世界は離れ離れになっちゃうんだろ。ここにいる俺たちはどうなっちゃうんだ。ここはハートレスの世界だから消えてしまうかも。でも平気だよ。世界が消えても僕らの心は消えない。心があれば友達のところに帰れる。僕は信じてるよ。うん、そうだな。必ず返すよ。いや、いいこと言うじゃん、グーフィー。そうよ、もう心が通じ合ってればってやってると、もう必ず返そうじゃん、お守り。一回ちょっとバグりながらもらってしまったから、ちゃんと返すときはちゃんと返そうな。しっかりとね。あー、そっか、こうやってなんか雑魚戦がちょいちょい来るのか。うわ、めっちゃ強いじゃん、これ。いたな、こういうなんか最強ハートレスみたいな。いやー、やばい、強いわ。
で、なんか死の宣告っぽいの来てるな。やべやべ、火だめも結構痛い。さすが。まあでも俺にはラグナルクがある。おい、もうガンガンこういうのに MP を使っていけば速攻で倒せるということよ。あ、だからストライクレイドとかやりたいな。離れるとストライクレイドになるから、これストライクレイド、レイド、レイド。おお、なになに、おお、終わっちゃった。これなんかね、すげえ強かった覚えがあるんです、ストライクレイド。無敵時間がすごい長かったみたいな、確か。なのでもうバンバンこれストライクレイド、危なくなったらストライクレイドをどんどん使っていこうかなと思うよ。うわぁ、あったわぁ。最後の最後に迷路になってるんで、アンセムはどこにいるのかな。僕にいい考えがある。一番危険そうなところに思い切って飛び込むんだ。まさにドナルドらしい発想という。ドナルドってもなんか、まあこのキングダムハーツではなんかすごいね、いい友達って感じですけど、原作だともうトラブルメーカー中のトラブルメーカーみたいな感じだからさ、またお前かみたいな感じだからさ。そういう危険思想があるんだよね。一番危険なところに飛び込む。お、100エーカーの森のワールドじゃないか。なるほど、ここでラストエリクサーとか取って、この中にはないか。そうだよね、100エーカーの森では戦わないよね。分かってるわ、分かってるし、ちゃんと戦うが叩くになってるわ。グーフィーとなると100エーカーの森に来るの初めてだね。この仮のエンドオブザワールドの仮の場所とはいえよ。さあ、ということでそれぞれのワールドと一回戦ってから、あ、ここホローバスティオンか。ホローバスティオンの最後、ホローバスティオン行ってってことかな。おお、心より生まれ落ちたる心なき闇の子ら、闇の子らだな。なんじらすべての世界は暗い、果てる世界となさしめよ。なんじらすべての心を集め、大いなる一つの心とせよ。一つにしてすべての心、すべてに一つとして、すべてにして一つの心。そんな噛むところじゃなかったよ、これね。ね、お前のものは俺のものと、俺のものはお前のものなんだ。すなわち王国の心、キングダムハーツ。それこそは大いなる心、秘めたるは大いなる闇。光を封じる光の一つの闇へ今こそ帰る闇の子よ。キングダムハーツを開くは闇を持たざる心の力。闇なき心は世界に7つ、セブンプリンセスかです。7つは鍵穴、そして鍵。2人が闇の扉を結ぶ。2つの鍵が扉を結ぶ。光を封じる闇への扉。光あるものを通さぬ扉。いいね。リリックを刻んでるね、アンセム。これ北アンセムだよね。闇より生まれし闇の実が扉をくぐり回帰する。真珠の闇の中心へ。おう、心より生まれ落ちたる心なき闇の子ら、闇の扉が開く時までありとあらゆる心をむさぼれ。ベイ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 、なんか本当に歌詞みたいだな。本当にポエム的なね。おお、なるほど、ここに穴が開いてるから飛び込めばいよいよですね。うわー、出た。
なんだっけこれあれだよ、ファンタジアの魔人だっけ、ディズニー映画のファンタジアに出てくる、まあ、ボス的なやつなんだよねこれ。山の化身みたいな。うわあ、あれこんな曲だったっけ、こんな曲だったっけか。またこれファンタジアの魔人のうなじを攻めればいいのねこれ。うなじ攻めすればいいのねこれ。いやアースラよりかはいいかもしんないアースラよりかはまだ見れるうなじ攻めなのかもしれないよ。こいつも結局首裏が弱いんだろう、弱点なんだろう。あ、ワープした。これさ、絶対これ曲さ、なんか追加された曲だよね。なんかファンタジアっぽい曲が流れてるみたいな感じなのかな。いいねこれ。まあでもそんな強くはないかな。アースラの時ほどかは苦戦しない感じだわ。普通に首筋攻めていこうぜ。すげえ BGM すごいいいねこれ。やべ、すげえ、なんかめっちゃ盛り上がる曲じゃん。クラシックみたい、なんか本当にファンタジアみたいだ。意識してんのかな。やべ、リーフベールの無敵時間でやばい。もうドナルド・ムーヒもやべえわ、すげえ強え。でんでんでん、なんかちょっと上手っぽい感じも入ってるし、でん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 、おー、いいねいいね、テックで弾いて、テックで弾いていくよ。でん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 、あーやばい、あぶねー、さすが痛いな、火だめが痛えぜ。ただもういける、もういける、もういける、いくぞー、頼むよー、ファンタジア魔人くん、ラストうなじ攻め、面白い、オッケー、1800、おーい、もう倒したよ、グーフィー倒したよ。共有アビリティスーパー、え、こんなあったっけ、スーパーグライド。空中で四角ボタンを押すと風に乗って、あ、高速で飛ぶ。はあ、グライドよりすげえんだ。なるほどな。ちょっと見て、もうここ普通にピーターパンゾーンと同じで飛びまくってるから、どこだ、上行けばいいのか、リトルマーメイドごっこすればいいのか、パートオブユアワールド、下か、下っぽいね。これか。行くよ、スーパーグライド。おー、あー、なるほど。ちょっと早いわ。足をちょっとキュッてやる。ちょっとスタイリッシュになったグライドって感じだね。いやー、これね、まあ、ワンでもこれ相当いいんですけど、これ速くて、空も飛べて。2以降のね、その、空たちのスタイリッシュさ加減がさらに進化していくと思うんで、ワンでも十分スタイリッシュなんですけどね。楽しみ。おお、何、あー、またこいつらか、またベヒーモスさんたちですか。あ、最後の休息、いやもう FF っぽいねこれ確かなんかキングダムハーツ1まで FF の生みの親の坂口さんが関わってるんじゃなかったっけ。なんかそれをすごい感じるわ、この一番最後の最後の前にセーブポイントがあるこの感じ。FF、なんか、スーファミ自体の FF 感をちょっと感じるなって俺は思ってしまうな。さあ、ということでじゃあ行きますか。ラストボス、アンセム行きますよ。何か聞こえないか？ほら。気をつけて安らぎの場所はここが最後だ。この先にはもう君を守る光はない。だけど恐れないで、君の心は何よりも強い武器さ。これ多分王様だね。だから恐れないでってことだよね。光への扉を開くのは君なんだ。
何も聞こえないって言えばドナルド、まあそうだね、せっかく王様が喋ってくれてるのに聞き覚えのある声だった気が、聞き覚えのある声だったけど気のせいかな。これあれか、一番最初のあのチュートリアルのところで聞いたからっていう感じなんですかね。だから聞き覚えのある声だったってことなんだろうか。ということで、じゃあ行くぞ。最後の最後にディスティニーアイランドよ。今まで出てこなかったもんね。これは俺たちの島。なんか懐かしいわ、もうなんかパート1の頃だけど、すげえ前なような気もするし、ここまであっという間だったような気もするしなんか感慨深くなっちゃうな。ディスティニーアイランドってそういう場所なのかもしれない。どこだっけ。あ、そう、もうスーパーグライダー見て見て、みんなちょっと見ない間に俺空飛べるようになったんだよ。つながった。おお、なんだ。闇とつながった世界、間もなく光を失う世界。お前には何もわかるまい。お前は何も知らない。わあ、ディスティニーアイランドの海が。何も知らないものが何を見ても、一面のファンタグレープになっちゃった。何も理解できまい。何も理解できまい。これ最初のセリフだね、これ。アンセムの。おー、来た。肉襦袢陸。と思いきや中身はアンセムなわけですよ。見るがいい。この小さな世界を。海に囲まれた牢獄と同じ、自由な心の持ち主には狭すぎる。だからこそこの少年は新しい世界を求めて、あまたの世界を渡る力を求めて、心を闇に染めたのだよ。リク、無駄だ。お前の声は届きはしない。心はもう闇に帰った。世界は闇に始まり闇に終わる。心も同じだ。心に芽生えた小さな闇がやがて心の全てを飲み込む。それが心のあるべき姿。あらゆる心は闇に帰るべきなのだよ。そう、心の真の姿とは闇だ。闇じゃない。心は弱いかもしれない。闇に負ける時だってある。でも闇の奥には光があるんだ。その光もまた闇に溶けるのだ。無知なる心よ、暗闇で眠るがいい。さあ来たぞ、対アンセム戦。もうベガ立ちして後ろにスタンドがいるわけよ。もうもういろいろ贅沢な敵だぞこれ。あ、待って待って、とりあえずティンク呼ぼう。ティンク呼ぼう。ティンカーベルを呼んで防御力を固めよう。でさ、せっかくエアロガとかも取ってるから、エアロガも空にかけつつ、かなり守り重視でちょっとやっていこう。エアロガをかける、守りを。よーしよ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 し、いいよ。落としを守るのだ。そう、もう使い方分かってるね。スタンドの使い方を熟知している。さすが丈太郎。いいよいいよ。もうテックがうますぎるわ。もういける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 。あ、私を守ってる。おいおいおいピッコロさーんごはーんってなってんな。なあ、まあでもこれはもうまずはもうまずボコボコよ。ティンクもいることだしな。ティンク紹介しなくてもよかったくらいかもしんね。食らったソノからすぐ回復してくれてるし。やばいやばい、フリーズ。あ、なるほど、戦うがフリーズに変わっちゃってるから、これ押しちゃうとまずいということよ。心を解き放つアンセムのスタンドにフリーズされちゃうわけだ。めんどくさー。
ちょい待て、ちょい待て、心を解き放て。いやめんどくさいねこれ。あ、待て、フリーズで、いやいやダメだよ、違うね。もうひたすらもう攻撃していれば大丈夫だ。いいよいいよ、もうティンクが万能すぎじゃない？全然。あ、またまたピッコロさん悪くなかったぞご飯。うわー、マセンコー。あ、もうもうもう全然。いや、まあ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 、まだよまだよ。アンスムがこんなもんで終わるわけないじゃないかっていうね。まだ余裕でベガ出ししているだけなのよこれ。このアンスムの後ろにいるこいつは一体何なんだろうね。まあ、ハートレスなんだろうけど、アンセム自体もハートレスなんですよこれ。胸にハートレスのマークがついてるから、アンセムもハートレスなんですけど、じゃあこのハートレスがハートレスを従えてるってことになるんですかねこれ。さすがアンセムといったところですが、まあでもこれもね、この後々の設定を考えると、この時のアンセムは実はこうでこうでこうでっていうのが多分あるんだよね。でちょっとまだそこら辺は調べていないので分かりませんが、まあ後々にどんどんシリーズやっていくので、この時のアンセムは実はっていうのがあるんだろうね。そんな感じでトークをしながらとりあえず第一形態倒しましたよ。さあということで、もう第二形態だねこれ。島が割れたぜ。あ、そうか、この時にメニュー開いていろいろ行けたな。くそ。あ、なるほど、空一人で戦うのがティンカーベルが召喚できない。あ、でまたこれか、最強さんか。最強さんお腹に穴開いてますよ。最強さんよ、なんだっけ、ダークサイドだっけ。基本的にこの1の時と変わらないはずなんですけど、腕をズボってやってハートレスを召喚してくる最強さん。これは前哨戦みたいなものだから多分そんなに苦労することはないと思うんですが、あ、腕登れるし、最強さんいいよいいよ。よーし、オッケー。あ、ここに来て最大 MP アップしたのでかいな。さらに火力が上がったわ。さあそして第二形態よ、第二形態アンセム。いやー、これまた、おい待て、もうティンカーベルに頼れないってことは、エアロガをかけつつ、いいよいいよ。あ、そうか、エアロガになるともうこの風自体にダメージ判定があるから火力がさらに上がるということよ。いいよ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 。ラグナロクとか、あー、またピッコロさんになってる。ちょっと待って、後ろ後ろ後ろでラグナロク。あー、もうちょっと近づけばよかった。おいおー、いいねいいね、食らってる食らってる食らってる。さすがラグナロクのこの火力よ。さらにおい、オッケー、最大火力のラグナロクを出していけ。テックが200だってお前うますぎじゃない。あ、いいねいいねいいね。ピッコロさん状態になってもラグナロクなら貫通できる。いや、やはりもうゴリゴリのゴリ押しできるわけよ。ゴリゴリのゴリ押しに行って、もうほらもうこのエーテル軍まあもうラストなんだからエリクサーとかでもよかったのかもしれないけど。おい、オッケー、どん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 ラグナルコぶっ放していけ。やべ、あぶねえ、またそれでもリクと一緒のことやってる。リクと一緒のことやってる。でストライク。あ、そうか、これ無敵時間があるから、ジャジメント。あ、どこ行っとんねどこ行くね。やべやべ、ちょっと待って、エーテルエーテル、やべやべ、待て待て、エーテルを入れて、ねえ、もう一度ラグナロクをぶちかます。おい、オッケー、力が満ちてくる。やばい、待て、回復を入れつつ、やべ、何を得たいのだ。ちょっと待て待て待て、あ、この時は攻撃できないか。あー、無理だ、この時は攻撃できない。リーフベール、リーフベールで回復すればその間無敵。やばい、ちょっとここでエーテル使いすぎるとまずいかもしれないけど、ただもうやべ、またこれかよ。ただもうただもう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 牛みたいになっちゃった。心を解き放て。いやー、やっぱフリーズの時めんどくせえな。フリーズじゃない、そうそう、戦うに変わってから攻撃。オッケー、最後の最後にどんどんレベル上がってっから、どんどんストロが強化されていくのはいいね。
なんだ？見よ、無限に広がる闇よ。あの闇こそが世界の心、キングダムハーツなのだ。どうだ、ひとかけらの光も見えまい。すべての心はあの暗闇から生まれた。そう、お前の心も闇から生まれたのだよ。あ、闇よ、世界を覆い尽くせ。どうした、ソラ。もう終わりか。だらしないな。さあ、ということでアンセム最終形態よ。これもうすごいことなってんな。セーファーセフィルスみたいになってんじゃねえか。こう、いやーこれ厳しいけど、この上半身裸の、うやべえ、危ない危ない危ない、待て、いやしいいやしい。もうひたすら攻めていくしかねえ。あ、いいねいいねいいね。これ、いやこのアンセムのおっぱいあたりを、おっぱいあたりを攻めていくわけよ。後ろから攻めていった方が良さそうだな。後ろから攻めていこう。いいね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 。そう、この時この時攻撃をひたすら振り終わった時ぐらいにひたすら攻撃をかましていけばいい。で、もう MP はこれ全部、待て、 MP は全部ケアル化に使った方が良さそうな気がするな。間に合わなさそうこれ。いや、しかも M、 これ HP こいつ一体いくらあるんだこれ。あ、でももう黄色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 きた黄色きた黄色きた。いいよいいよいいよ。ブン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 振り回しているが、いいよいいよいいよ。いい体してる、いい体つきしてるじゃねえか。ボディービルダーみたいな。危ない危ない、いいよ。いや、後ろからだと厳しいか。いや、これ後ろからの方がいいな。あ、いいアングルだここサムネにすると YouTube オンされるからYouTube のサムネは人体の肌色が多いとね、動画版じゃないけどサムネバンされる可能性があるからという YouTube 豆知識をやっておいて、いや、これいけるぞ。もう勝てる勝てる勝てる。いや、でもまだこれで終わりじゃないのよ。こんだけひたすらゴリ押し、ゴリゴリのゴリ押ししといて、でもこれが多分一番いいよね。リーフベールの無敵時間で回復をやりながらひたすらアンセムの上半身を攻める。そして全てが消えていく。このビームがどうしても避けられねえな。いいよ、もうちょい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 。オッケー、とりあえずとりあえずはエーテル挟んどく。さあ、それ、あ、またこれ連戦か。待て、ここでなんかあれだわ。そうそう、まあメガポーションもいいけど、あ、そうか、メガポーションが入るのか。いいねいいねいいね。アイテムをゲットするとね、こう空きスロットにアイテムがセットされるから、ちょっとここで稼いでおきつつ、 MP もここで稼いでおきたいな。 HP もちょっとこれで稼いで、いいね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 。で、敵を殴ることによって MP が回復する。これありがたい、これありがたい。で、またアイテム落としてくれるメガポーション、いいよ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 。まあ、本当は MP 回復系が一番いいんだろうけれども、これはありがたい。よし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 。で、また戻るのか。あ、これ殴ればいいのか。なるほどな。OK。あ、またこれを殴り続けることによって、MP 回復する、MP 回復する。これ、これ、今のうち、今のうち。全部倒したからといって油断せずにひたすら殴り続けるのが、MP 回復で大事だよ、これは。
さあさあまたか。いや、いけっかこれ。あ、なるほど、これを。ちょ待て、またアンセムを倒さなきゃいけない、これは。あ、違うの、ダメなのか。どこからどこからどこだ。やっぱ周りからやっていくべきだと。あ、これか。これなんかうねうねして気持ち悪いやつ。やばいやばい、待て、落ちる。やばい、普通に勝てる。これだ。いいよいいよ。テックが美味しいが、まずいな。ほいの、いいよ。どんどんこれ攻撃で倒していく。いいよ。おい、また弾かれる。やばい、そろそろ行く。やばい、これ結構やばいかもしれない。ゴリ押しすぎてるっていうのはあるけれども、弾かれるのがきついな。ちょっと待てよ、一回これ全部置いて。ほい、もうちょっとでか。よし、いいよ。で、倒せば倒すほどどんどん弾数は減っていくはずなんだが。いいよ。オーケー、これで全部倒した。ほんで、あ、もう行けばいいのかな。アンセムが殴る。あ、この中に行けばいいんだ、闇の穴。そう、おー、開けた、グビー。ようやく、あ、そうか、ここで MP 回避できるんだ。ありがてー。ありがたい、どうぞ回避しよう。毒面も、もう、もはや懐かしい。もう、安心感が違う。グーフィーが仲間になった毒面も安心感が全然違うわ。一人心寂しかったんだ。頼むよ、グーフィー。で、ドナルドも来てくれたら、きっとあれだわ。ティンクが召喚できるからね。ティンカーベルで安定感を増そう。いいね、MP の回復してく。誰アイテムだろ。いや、来た、磨いてる。これはありがたい。どうしよう、メガポーション使っちゃうか。使っちゃって、で、攻撃入れてって MP の回復。もう真っ暗で見えん。何にも見えん。オッケー。これでだいぶ MP 回復できたわ。全部の MP のプライズをまあ残さず拾っておいて。よし。ほんでこれを殴り続けて。まだよ。殴り続ければ MP 回復するからね。もうちょい。よし。スローモーションになってなお叩けて。さあ次はどこよ。口の中だな。口の中に飛び込めばいいんかい。あ、こいつを殴ればいいのか。なるほど、このグラシャラボラス的なやつ。 FF8 グラシャラボラスみたいなやつをひたすらぶん殴って回復入れて。いいね、グーフィーさんのくるくる回転。まさに今かわいい。あ、グー、目の前でピヨるのはよろしくないのではないか。いいよ。上が光ったらリーフベールで無敵時間を使いながらうまく回復することで相手の攻撃を同時に避けるみたいな、そんな感じでいいかも。光ったと同時に回復。おらこれよ。で、ポコポコ殴ってるからどんどん MP も回復してるし、これ永久期間でいける。まさかの、オーラ、ムーフィーもハイパーヒーリングで回復してるし、で、回復入れといて、もうそんなことしてたら倒せるわけよ、きた。ムーフィー最低シップ。グーフィーの最低シップやばいよね。あ、これさらに殴っときゃいいんだ。これでさらに殴り続けて MP 回復。いいよ。で、この中に飛び込む？オッケー。そしたら、きたー。ああ、よし、いいよ。で、ティンク召喚。MP はちょっと減るけど、これで HP を確実に回復して、で、ここにいる敵をどんどん倒して MP を稼いでいこう。いいよ、ティンカーベルのスカートもだけ。原作に忠実。タメを回復。ティンク回復。いいね。あ、MP そんな惜しくないかもな、これ。味方が倒しちゃうっていうのもありますが。まあ、これだと確実にちょっと HP を全開まで回復しておきたい。で、やばい。おい。やばいな。今までなんか余裕シャクシャクで倒してたから。ちょっと強いぞ、大丈夫かな。よし。いいよ。よし、とりあえず HP は全回復した、ティンクのおかげだ。んで。オッケー。よし。さあ、さらに、MP をさらにもうちょっと回復入れといて。さあ、仲間来たよ。これでラストよ。あ、なくなっちゃった。そこまでやるつもりなかったのに。結構あそこ、あれかっこよいで好きだったのに、この顔。さあ、次は中か。中に入れるようになったと。そっか、浮いてるときは召喚できないか。ただ、これで地面につけば、そう、これでティンク召喚できる。あー、でもなんかジーニーとかでも使って、今までの召喚獣、勢ぞろいみたいな感じで戦ってもね、面白かったかもしれないな。さあ、いくよ。これで、ほい。なるほど。とりあえず周りのやっていけばいいのか。悪趣味やな。悪趣味なものが大量やな。まだ
ヤマの周りのやるだろ。なんか最近こういう戦いやったな。あれだ、FF7 リメイクのジェノバ戦だわ。くしくも同じ机にということでね。まあティンクで安定感抜群にしたけど、まあそこまでやるまでもなかったかな。これは普通にボコボコ殴ればいけるぞ。よし、 OK。 でまだ殴ってまだ殴って MP 回復。いいよ。さあ、そして回復が終わって出てきたっていうことだね。ちょっと待って、一回ここでもう一度ティンク召喚だ。さらに盤石にする。ティンクを召喚し、メガエーテル使おう。メガエーテル何回目よもう。でメガエーテル、いいよ。やばい、ちょっと待って、ちょこれビームがやばいんだって。ビームがえげせないのよこれで。どこだどこだどこだ、いたまたそれでアンセムのおっぱいを攻めていけ。ティンクごめんね、ちょっとティンクには見せられない光景なのかもしれない、これは。ただいける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 。今度3人で最後戦うっていうのが熱いね。熱い展開じゃねえか。ふぅぅぅぅいいね、アンセム。アンセムの演技がいいね。演技って言うなって。アンセムのやられボイスがなかなかいいよ。俺好みだよ。かっこいいね、アンセムの武器これ。おい、ゾイドみたいな。ゾイドのブレードライガーみたいな。懐かしいな、ゾイド。ただ、あ、頑張れ、グーフィー。いいよ。ティンクでかなり回復してくれてはいるものの、ちょっと厳しいぞ、厳しい。ケアル型回復入れて、よーし。いける。オッケー。闇の扉は閉じられん。キングダムハーツよ、私に闇の力を。大いなる闇よ。違う、キングダムハーツはどんな闇も消し去ることのできる心、光なんだ。なぜ光が。扉を閉めよう。してるソラ、一緒にこいつを締めるんだ。分かった。来るぞ来るぞ、うわー来る。
うそめ来たあ、ソラ一緒に鍵をかけよう王様決めるだけど大丈夫さ光への扉がどこかにあるそりゃ王様を信じよう急げまだ来るぞドナルドルーフィーありがとういや嬉しいよねこれグービードナルドたまらねえだろうな帰りを頼むぜカリ側と闇側両方からキーブレードを使うことによって扉を閉じることができるとそういうことですねディズニーとの契約によりちょっとしかかつちょっと影がかった感じでしか出せなかったミッキーなんですけれどもまあちょっとしか出せなかったけどすごい印象深いですよねいやうまいわミッキーの王様の使い方がすごい上手だなって思いましたねこの時いや暑いなここで宇多田ヒカルの光が流れるっていうのは暑いですよねすみませんちょっと動画では流せないんですけれども動画では無音ですがいや俺のゲーム画面では宇多田ヒカルさんがお皿洗ってますちゃんとお皿洗ってもうちょっともう少しちゃんと水切った方がええでってまっちゃんに言われたあの宇多田ヒカルが流れておりますいやいいねムービーがめちゃめちゃ綺麗だよねこれプレステ2よこれこの多分あれだよねムービーだからプレステ4で綺麗になった当時のまんまのムービーだもんねこれめちゃめちゃ綺麗だわ家族にも紹介そう俺が歌えばいいんだよな動画で流せないなら俺が歌えばいいじゃねえかといやーでもなんかやり込んだ人にとってはねもう BGM 流さなくても脳内で流れますよねこれね脳内再生余裕ってやつですよThank you.
ということで結局空も帰りと離れ離れになってしまったんですよね。そういうちょっと切ない感じのエンディングなんだよねこれ。そして物語はあれか、チェインオブメモリーズにつながるということで、それもねそちらもですね、もちろんストーリーでつながってて、これをやらないとちょっとキングダムハーツ2に、つなげられないということで、もちろんやろうかなとは思いますが、ですが、まぁ、ちょっとストーリーをね、メインで追うことができればいいんじゃないかなと思いますので、ちょっとサクッと、ストーリーをつなげるような動画を、まぁ、1パートか2パートぐらいで、チェーンオブメモリーズをお届けできればいいんじゃないかなと思います。ただ、まだこのキングダムハーツ初代の、実況はまだもうちょっとだけ続きます。もう少しだけね。このままねストーリーがチェーンオブメモリーズにつながってるんで、お、来たよ。光が終わってもう多分音をお届けできてるんじゃないかなと思うんですが、音だけにお届けできてるんですけれど、これあれかもう後日談みたいなイベントですよねこれ。ミニーよ、王様はちょっとしか出せないけど、ミニーならねいくらでも出していいかな。いくらでもって言うとあれだけどでもあれだよ、ミッキーにただまつげ生やしただけだって思うじゃんミニーって。ちょっと違うのよ、微妙に目のなんか形とか鼻の形とかなんか微妙にミッキーと違うんだよねミニーって。さあそしてエアリスとクラウドの再会よ。ティファーはってなるよなティファーもねちゃんと後々のシリーズに出ますから。あ、人間戻ってる。よかったね、ピノキオ。めっちゃいい終わり方じゃん。めっちゃいいエンディングムービーよ、これ。ということでね、ちょっとさっき言いかけたんですけど、まだこの実況、キングダムハーツ初代実況終了ではありません。次のパートで、一応最終回ということになります。で、内容はですね、隠しボスを、あいつとあいつを倒しに行こうかなと思います。まあいろんな隠しボス確か4体ぐらい隠しボスいるんですけど、あいつとあいつをね、倒していければいいんじゃないかなと思うんで、アラジンとジャスミンの熱烈な宙、あの2体のボスを倒してから、シークレットムービーをね、みんなで見てキングダムハーツ初代の実況を終わりにしたいなと思います。実はあれなんですよ、なんかシアターモードみたいなのがありまして、このキングダムハーツ初代には。で、それなんか見たら、なんかシークレットムービーあったんですよ。見れちゃうじゃねえかなと。なんならもうこれもう最初からムービー上から見ていけば、もう初代の実況、それでも終わらせることもできたんですけど、まあさすがにちょっとそれは、ちょっと寂しいんじゃないかなということでね、がっつりとプレイして、いやー久しぶりにやったけどすげえ楽しかったな。めちゃめちゃ楽しかったわ。隅田トリフォニーホールでこれ新日本フィルハーモニーが演奏してるんだこれ。俺聞きに行ったことあるよ俺新日本フィルがいるドラゴンクエストのオーケストラ、俺隅田トリフォニーホールに気に入ったわ。なんかあそこで撮ったってなったらね、あの錦糸町から降りてちょっと行くとあるんですけど、何の話やねって話ですけど、はい、ちょっとごめんね話が逸れちゃったんですけれどもね。さあここから怒涛の山寺宏一タイムよ山寺宏一という名前のついてる数を数えろ。もうすでに5人ぐらい出てるよこれということでね、すいませんちょっと話があちこち行っちゃって申し訳なかったんですが、次回、隠しボスを2体ほどあいつとあいつを倒して、シークレットムービーを見てお別れしたいなと思います。ドイツを倒すのかっていうのはおそらくまあちょっと皆さん予想ついてると思うんですけれども、まあ、あいつとあいつです。そんな引っ張るものでもないのかもしれないけど、今更だしね。セフィロスと、もう一人、なんか、ファイナルミックスで追加された、なんか、まあ、キングダムハーツ2に繋がるような、出てくるような、謎の男ですね。あいつを倒して終わりにしたいなと思いますよ。なので、ちょっと、まあ、空のレベルとかもね、まあ、ちょっと上げていきつつ、万全の状態にしてからね、臨みたいなと思います。一応攻略見ないでいこうかな、まずは。
まず攻略前に突っ込んでボコボコにされてから、攻略見るわまあ見ないでいけるそうだったらまあ頑張っていこうかなと思うんですけれども、そんな感じでお送りしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。どうしよう。リクと王様を迎えに行かなきゃ。でも光への扉なんてどこにあるのかな。今までどこにいたんだい？それ王様の。お前王様に会ったのか。あけば。みんな行こう。お、あ、見れちゃう見ようか。まず一つ目のシークレット。謎の黒フードの男が謎の街を歩いている。そんな中出てくるハートレスたち、そしてビルの上にはまたもや謎の目隠しの男、そして黒フードの男がなんとキーブレード2丁持ち、二刀流。いやー早く2やりてーってなってくるんですよね。これ空はどこだ、おやつ空。おぉ、13機関、裏アンセムレポートとかあったよ。彼を見つけなければ。一緒に行こう、キングダムハーツ。おぉ、そして、成長した誰かの後ろ姿、ということで。いや、もう意味深、この意味深なさ、ムービーがさ、まだビギナーなのよ、ごめん。ということで、ゲームクリアファイナルミックス。ジエンドということで、このさ、もう意味深なムービーを最後の最後にどん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 持ってくるっていうのがキングダムハーツって感じするよねこれが醍醐味だよね、キングダムハーツの醍醐味だよな。さあ、ということで、じゃあ次回ね、隠しボスと、ここのシアターでね、あるんですよ、実はもう一つ。今見たのが これなんだよ、多分アナザーサイド、アナザーストーリーで、もう一個あるのよ、ディープダイブってやつが。これはじゃあ次回最後に見て、キングダムハーツ1の実況終わりにしたいなと思います。ということで、ラスボス倒しました。なんとか倒すことができた。まあただラスボスもこっからが本番みたいなもんだから
ちょっとね、あのレベルとかあの合成とか進めていって、最後隠しボス倒して終わりにしたいなと思いますので、もうちょっとお付き合いください。ということでお疲れ様でした。